マツアット日本一周中3配信を開始しました。よいしょ。トレーダーさん、最近久しぶりかな。あ、おはようございます。おはよう。かき氷屋さんなのかあれ。ミラクルさん、おはようございます。おはようございます。さゆまるさん、おはよう。さゆ、おはよう。次行くとこ分かんなくて動けません動けません、私。さゆまるさん、二度寝しそう。それは、先にこう、張ってから寝てください。さゆまるさん、次は、若狭熊川宿。若狭熊川宿、20分。スタンプ、平日9時半から17時。土日祝9時18時。9分の9定休。サバ寿司が名物だが高め。おにぎりが美味しいと口コミ多数。0770-62 の。気温高め。なんで昨日高速乗せられたんだろうな。500m 先、右方向です。
布団から出れないわら。今日はもう日曜日だから出なくていいと。今日はもう出なくていいです。まもなく右方向です。水子さん、おはようございます。おはよう。おはよう。さゆまるさん、おはよう。ポンポコポンさん、おはよう。おはよう、ポンポコポンさん。水子さん、おはよう。おはよう、おはよう。ちょっと買い物行ってくるわ。さゆまるさん、ポンポコさん、おはようございます。さゆまるさん、てら。水子さん、いってらっしゃい。水子さん、これから仕事わら。さゆまるさん、頑張って。もう福井まで来たのか。頑張ってますね。S331 番乗りですよね。
S33 風船を5個プレゼントしました。さゆまるさん一番乗りナイス。よいしょ。ただいま。よいしょ。よいしょ。エッサおはよう。よいしょ。暑いな。S3 さんおはよう。おはよう。さゆまるさんおか。ただ。さゆまるさん今日読み上げでかい気がする。あ、でかかった。はい。チェック。チェックチェック。さゆまるさんです。ポンポコポンさん自転車の人多い。うん。アマゾンさんおわ。こんなもんか。さゆまるさん線香花火をプレゼントしました。ありがとうございます。そんなのあったの。さゆまるさんハイキングをプレゼントしました。何それ。100点さゆまるさんハイキングをプレゼントしました。100点。何なのこれ。さゆまるさんカヌーをプレゼントしました。1000点。何なのこれ。ありがとうございます。リズコさんキャンプアイテムだよ。うん。さやっちさんミュートでおはにゃん安全運転で気をつけてまた来るねー。さゆまるさんおはよまたねん。さやっちさんおはにゃんまたね。またね。最近あのファミマのポテ吉だっけのレモンにハマってます。さゆまるさんこっちは天気良くない。良くないの。S33ハイキングをプレゼントしました。100点ありがとうございます。さゆまるさんハイキングナイス。ハイキングハイキング。ハイキングハイキング。 S33 ポテト欲しい。うん。ポテチキ塩レモンにハマってます。匿名係長ただの花火師さん朝の一発どうぞお納めくださいませ。ハッスルハッスル。さゆまるさんロケットナイス。ロケットありがとう。おはようございます。 S33 マックのポテトなら3つは食べれる。3つは食べれるの。勉強の時にありがとうございます。さゆまるさんそういや昨日結局高速乗ったの。乗った。350円払った。なんか知らんけど350円取られた。
103A。なんで一般優先にしたんだけど、優先にしただけで取られたね。さゆまるさん降りてからまた乗ったの。そう、結局だって左方向です、そっち行けって言うんだもん。ナビコがどうしてもそっち行けって言うんだもん。さゆまるさん乗らなきゃいけなかったのか。うん、水ぽさん一服したら仕事行くかな、だるいな。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。来週後半にはまた暑い日が戻ってくるぽい。ま、水子さん、福井結構来たね。もっと進んでるけど戻ってきたのよ。うん、あれ石川のさ、あの水ぽさん、マジで石川の何？いや、取れなかったところってどうなんだろうな。ああ、いいか。戻るときに。そうなんだよね。さゆまるさん、ゴン太くんが目印にしたらって言ってたね。
回言ってた。さゆまるさん一つは再開してるか確認しないと。ねえ。ビズポさんアットマーク9。さゆまるさん延長。はい。けどどうする？ナス行く？ナス？あ、どこだっけそれ？ナス？さゆまるさん塩原、ビズポさん聞きながら仕事行行。うん、塩原って何県？さっぱりわかんない。さゆまるさん、ゴンタくんが暇ならドライブがてら行ったらって言ってたやん。栃木。はいはい、そうだね。栃木か。取り残しあったやつだって。取り残しっていうか休みだったところだったっけ。さゆまるさん、なぜかスタンプ押さなかったとこ。ああ、そこね。あそこ行こうか。福井したら福井を渡す。そこ行こうか。2日間ぐらいかけて行こうか。くそ。スタンプ帳が全部埋まってくんないよね。なんか声がいまいちのような気がするのは気のせいか。さゆまるさん、岐阜もあるし。うん、穴埋めに徹するか。少し入っていくんだけど大丈夫これ。さゆまるさん、富山も一つ取ってないとこあるけど、どっかに組み込んでる言ってたよね。なんかね。さゆまるさん、帰り道だったかな。うん、今なら撮ってもいいしね。そうだね。